はい、こんにちは、ちちゃです。なんと YouTube でゲームができるようになる時代が来るようです。 Google は3月20日アメリカで開催されているゲーム開発者向けカンファレンス、ゲームデベロペッパーズカンファレンス2019において、ストリーミング経由でハイクオリティなゲームができる新サービス Stadia を発表しました。 YouTube でゲーム動画を見た後、動画内に現れるプレイボタンを押すと5秒程度でそのゲームがブラウザ上でプレイ可能になるそうです。パソコンだけではなく、スマートフォン、タブレットに加え Chromecast に対応したテレビ画面でも同じゲームがプレイできるようになるそうです。快適にプレイするための Stadia コントローラーも同時に発表しました。どういうことかと言いますと、Google が動画としてゲームを配信してくれる、つまり Google サーバーが高スペ処理をしてくれるので、あまりスペックが高くないパソコンとかスマートフォンとかでもハイエンド PC ゲームができちゃいますよという画期的なシステムみたいです。しかもスマホや Mac を含め端末は問わないだそうです。すごくないですか？めちゃめちゃすごいですよね。手元のスマートフォンでパソコンゲームができちゃうんです。ちょっと寂しくなりますけど、将来的にプレイステーション4やスイッチなどのゲームハードが不要になる時代が来そうです。メリットとしては、ハイスペック PC やゲームハードがいらないという点と、やりたいと思ったらすぐ購入してプレイができる点、あと YouTube 動画上でゲームを動かすのでチートとかも絶対ありえなくなるというのもメリットですよね。またゲーム画面のストリーミングは 4K60fps、 HDR、 サラウンド音声にまで対応してますし、将来的には 8K も対応予定だそうです。さらに快適でプレイするための Stadia コントローラーにはシェア用のボタンが備わっており、押すとプレイの様子を YouTube で配信することもできるそうです。手軽にスマートフォンでもできるということで、購入までの手順が少なくなるので売れ行きは伸びやすく、ゲーム会社さんとしても嬉しいんじゃないでしょうか。デメリットといいますか、懸念する点は値段の問題ですよね。ゲームのソフト代とは別に毎月何千円かかかってくるんじゃないかなと思います。それだったらハードの買い切りの方がお安く済む可能性もありますよね。また対応ゲームの種類も問題になってきそうです。一部のゲームだけだと流行らなそうですよね。あとはネット回線の負荷です。無線やマンションとかだと混み合う時間は厳しかったりするかもしれませんね。あとそんなに頻度は高くないと思いますが、 YouTube の障害があればゲームができなくなるというのもデメリットかなとは思います。あとはそうですね、現状のスマートフォンゲームがもしかしたら駆逐されてしまう可能性はありますよね。それと一番困った点が、2019年にアメリカ、カナダ、イギリスのヨーロッパでスタートになりますので、残念ながら日本はまだまだ先のようです。 Google さんにはいつも後回しにされてるんでちょっと悲しいですよね。今のところアサシンクリードとかはできるようになるそうなんで、モンスターハンターワールドもステイディアでプレイできるようになるのも近いんじゃないでしょうか。また新しい情報が入り次第動画でご紹介したいと思います。ということで今回は以上です。最後までご視聴誠にありがとうございます。励みになりますので、チャンネルの登録と高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。